ねえ、君たちの夢って何かな。ポケモン150匹ゲット。あら、私と同じ。大人のくせに変なの。何よ、いけない。いけなくないけどさ。ねえ、君たちさ、他にはどんな夢があるの。ね、もう一つの夢はね、早く大人になりたいんだ。え、どうして。早く大人になりたいの。子供って楽しいじゃない。でもね、なんだかなってみたい。じゃあ今度は私の夢言うわね。もう一度子供に戻ってみたい。え、なんで。もう一度子供に戻ってみたいの。大人でいいのに。一日だけでも慣れないかな。慣れっこないよ。もう意地悪。昔私がまだ子供だった頃、ポケットに入れてたたくさんの宝物、今でも時々顔を覗かせるのよ。それってもしかしてピカチュウ。さあ、なんでしょうね。昔の子供、今の子供、ポケットの中身はいつだって男の子でも女の子でも、ポケットの中身は誰だってファンタジー。ララ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 ラ。もしも大人になったなら、何してみたい。子供と遊んであげるんだ。やっぱり遊びたいんだ。でもね、仕事もちょっとするよ。あのね、私がもしもね、もう一度子供に戻れたなら、何したいの。会ってみたい人がいるの。誰なの。一日だけでも会えないかな。あ、初恋の人だ。あったり。昔私がいつか手渡そうと、ポケットに入れてた手作りのプレゼント、いつでも時々顔が赤くなるのよ。プレゼント渡せなかったの。さあ、どうだったかしら。昔の子供、今の子供、ポケットの中身はいつだって男の子でも女の子でも、ポケットの中身は誰だってファンタジー。